お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左の田口、対するタイガースの先発は右の青柳、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ピッチャーを交代します。島本降板。マウンド上ピッチャーは小林。今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、次の投球、インコース低め、ストライク。投球はこれから3球目、見送ってボール。さあ、4球目、打ちました。フラフラっと上がった。ピッチャー掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、アウトロー。ストレートは外れてボール。投げた、ボール。さあ、投球は5球目、打ちました。ショート右へのゴロ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番亀井。第1球、初球見送ってストライク。第2球、投げた、変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。投げました、打った、ライトフライ、飛距離は出ています。取って、これで3アウト、チェンジ。小林3人でピシャリと抑えています。7回までが終了しまして9対4です。8回の裏、5点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは丸。第3球を投げました、打ちました。1・2塁間ライナーで破った、ライト前ヒット。丸、ナイスバッティングです。バッターは5番大城。今日はここまで3打数1安打1三振。追い込んで投げました、打った、センターへの打球、センター前ヒット。大城、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあ、バッテリー、ここは踏ん張りどころ。投げました、インロー見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。低めのボール引っ掛けた、ボールは取った、二塁へ送る、セカンドホースアウト。タイガース、なおもピンチが続きます。さあ、次の投球、2球目ストライク。投げました、変化球ストライク、インローへ。追い込んでいます。追い込んでから第4球を、外角低め、空振り三振。バッターは8番中島、これが2度目のバッターボックス。投げた、インロー、直球は外れてボール、ストライク。第5球、投げた、アウトコース低め、見逃し三振。小林、いい投球を見せました。8回までが終了しまして9対4です。ジャイアンツ、何としても得点を挙げたい9回です。バッターは炭谷。第4球は直球見送ってストライク。投球これから5球目、打った、ショート正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターはウィーラー。ジャイアンツ代打攻勢に出ます。ウィーラー、背番号48。次は5球目、投げた、5球目ストライク。投球はこれから6球目、外れました、フォアボールです。際どいところでしたが、フォアボールです。第5球、投げた、打ちました、ファール。投げた、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは3番亀井。今日5度目のバッターボール、打ったに当たりだ、セカンドライナー、ゲームセット。タイガース、見事勝利です。ご覧いただきましたように、本日の試合はタイガースが勝ちました。勝利投手島本、敗戦投手高木、西武小林。さて、本日のヒーローはボーア。今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日